山博のピカイチラジオはい、えー、金曜日の夜がやってまいりました皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のスッチーーすっちぃですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですはい、えー、今日もどうぞよろしくお願いします,いしま,すまずあの先週の氷藤さんが、はいえー、来てくれたことの、えー、反響というか、はいえー、それだけお伝えしとこうかなというふうに思うんですけども、はい、あの時氷藤さんすごかったですね髪の毛すごかったですあ,、はい、あれぞはい なんかこう本間に効き目があったっいうふうにまさに生えたって感じですよね。でも前なんですかなんですかいやまあ僕はねそれに比べるとさ比べるとやっぱりハゲですよ。そうなんですよ。やっぱり増えてますよ。そう上の方が黒い層が黒い層がうっすらとできてるので昨日東京の 健太がうちに一人で泊まりに来たんです仕事があるんら息子さんが。それで、写真撮って奥さん、東京の嫁さんに送ったら、やっぱり全然違う前とって、特に後ろがこんな感じで。 <laughs> いや一応<や>ちゃんと見たことなかったからハート形 <laughs> だけだあの <laughs> あのね元のなんていうの境界線ありますね。境界線ずっと生えてたとこと<う>さ今回生えたとこの。 え、ほら、ここにシュうって線、これが境目じゃないですか。あ、あれ線なんですか。違います。そんなに剥げてたんですか。俺見えへんやん、一人。そう、えっと、そこ、その、今、もうちょい、もう後ろ、後ろ。そうかな。そこ。そこに、ちょ、ちょっとだけ、まだ薄いとこあるんですよ。線みたいに、そこが多分、そこから上は。新しく。最近、生えた。うわ、そうなんやね。はい。まあ、自己満足の世界なんですけど。 あの兵藤さんの頭について、うんうん、やっぱりその神戸の先生にラジオ聞いてほしいなと思ったので、はいえー、木曜日録音しました、うん、で金曜日の朝、えー、一であーメールをしたんですよ「うん、今日聞いてくださいね」はい、ってそしたら「わ」って「今日ちょっと先約があって、うん、夜は外出してるんです」うんうん、あ大丈夫ですよ一週間はあのラジコで無料で聞けますから」うんはい、あよかった」って言ってそれで、えっと、金曜日は無理でしたけど土曜日の 朝一ぐらいいでで聞てくれたんすかしかもそ YouTube とかあと写真を撮ったのでそれも見てむちゃくちゃ先生が驚いてて今まで何人も手がけた患者さんの中で間違いなくベスト3に入りますはあなるほど。わすごいと言ってましたんで。個人差ある中で A4 に 言ってます言ってたよかったやっぱり生えたいっていう強い気持ちがそうですねやっぱり時間も迫ってたっていうのもあるんちゃいますかそう短かったから思いが通じたのかそれが体質がよほどそのサプリに合ってたのか兵藤さんはベスト3に入ると自分のためというよりも人のため娘さんのためっていうのもあったんじゃないかな 選手を聞き損なったけなけどあれぐらいのペースで生えたらなんかこの辺むずむずするとかなかったのかなと思ってあ<ー>生えてくる時の僕はごめんなさいあの <laughs> 実感としてはないんですけど。<笑><笑> なんかあんな急に生えたらね、うん、でももしなんか副作用とかマイナスの部分があるんやったら、うん、それは正直に言う男やと思うので、うんで、うんね、全くないっていう風にね山寛さんもないわけでしょう。僕もないんですよえー、そこがすごいですよね、うん、だからこのスピードもやっぱ触発されるっていうか、うん、さらに、うん 先生はラジオを聞いてちょっと心配して山広さんもそんな言わんと、うん、やめるとか言わんと続けてくださいねって優しい言葉をかけてくれたのもあるし兵藤、はい、さんのあの頭を目の当たりにすると僕もつられてもうちょっと入るペースーん早なったらいいなと思ってるんでんちょっと頑張ろうこの1週間は頑張ってますね。んなんかこうサプリプリラスアルファー ででないんすかねその兵頭さんがどういう生活をしていたのかそれをいろいろと分析していったらもしかしたらんか常にやってることがサプリとプラスアルファでんかいい方に作用したのかもしれないですよ。飲む時間は自由ですって言われてるけどひょっとしたら食前がいいのかもしれへんし。 さんがどんなの見方をしてるのかっていうのは聞いとくべきやったな確かにもう見た目に興奮していろいろ聞けなかったですねうわと思って何やろ兵頭さんって結構お酒飲みますよね飲みますよめちゃめちゃ食べてさこの間言うてたようにやっぱもりもり食べるということもその食べ物の中にもしかしたらいいものがもうそんなんさなんかほんまダイヤモンド見つけるみたいな話やんか どれがええのかが分からへんし、ねーねー本人も分かってないからねきっと。ですなんかそんな感じでしたね。ねうん、だから毎日続けて食べてるもん、うん、ええー、あとは祥堂さんが好きなもの。うん、あの人は酒があれば前スチのピンチしたで来た時に目玉焼きだけお、うんうん、さん作ってそれで酒飲めるって言ってたぐらいの人やから。目玉焼きかな。 <卵> <laughs> その時はなで分かんない <laughs> 卵かな卵かなあであのペースでは食べられないんで僕はもう <laughs> そっかすっごいですよ何かが分かればね何か分かりたいな兵 <うん S 1> 藤さんと僕の違いを浮き彫りにしたらええわけやね うん、生活習慣とか,慣とかだから大体どういう何時ぐらいに起きるとか、うん、何時ぐらい寝るとか寝る前に必ずこれしてるとか、うんえー、毎朝これをしてますみたいなことをラジオ体操してるとかね兵、うん、藤さんが、うん、なんかそういうことでしょそういうのだから隣に常にやかましい矢野さんみたいな方がいるとか、うん、<laughs> それはもう真似できへんわ <laughs> あ,んあんな人隣ってまあないから。 何かが僕作用したんだと思いますよ。今矢野さんも喜んでるよな名前出たねかもしれませんね何がプラスに働くかこればっかり分かんないですよね。シャンプーとか乾かし方とかねそうやな。いや僕も結構周りに言いましたよ。びっくりするぐらい「毛生えてんねん兵頭さん」っつって。でいな <laughs> なんでやねん一番一番言わん高いやん一週間の間大うてるでしょ <laughs> う、ね、はい今週も出てますめっちゃいじってますハゲ <laughs> ハゲはいじってるんじゃない。<laughs> ハゲた高みたいなっつっていじってますわ <laughs>、うん、なんで平等さんのこと言わないのよ心のどこかでこのまま変わらないでいてほしい、うん、そうですよね <laughs> そこを大事にしたいというか、うん、もう言うたら最後絶対飛びつくで、うん、で <laughs> また生えそうなんですよねなるほど、うん、ハゲてはいるんですけどつるつるではなくてなんかこうフワーっと産毛みたいなものに覆われてるんですよだからもしかしたら飛びつくかもしれないので、はい、絶対飛びつくってもうあの頭はハゲが全員飛びつく頭やん。ょうさんだ、うん、とひょうどさんねまあちょっと えー、これからまた兵頭さんがまたさらにね入るのもそうですし、うん、僕もちょっとどうなっていくかっていうのはね、うん、楽しみにしておりますさてなんかそこに雑誌があるんですが、はいはい、これは何なんですかさっきこれ「ラジオ番組表」っていうタイトルの雑誌あので1ページ目をめくりますと表紙をめくると何ですい めぐみじゃないや。かっこええ顔してるやんか。なんか怖い顔してますね、<laughs> 真面目な。キリッとね。ね、<う>スッチーの吉本新喜劇陳情か。うん、あのー、新しく始まった新番組。はい。の。 あの取材をしていただきまして、この一ページ目に載せてもらってるんですよ。すごいめちゃめちゃええ顔で腕組みして、ねんなん。多分この時も考えてることだったらそんなに真剣なこと考えてへんと思う。<laughs> そうですね。あ <laughs> の、なんか、なんかきりっとしてくださいって言われたんですよね。なるほど真面目な顔でお願いします。<laughs> はい、やっぱ役者やな、そういうところが。カフを持ってますわ。お<っ>あ、かふの、はい、右手をカフにこう、あ、あげ、当てて、こう。はい そうか、うん、この時はすっちーさんがやるんですね。そうなんですよ。はい、で、えー、初回目と初回と二回目のゲストの千葉公平くんのちょっとぼやっとした後ろ姿。誰やねんって感じでね。<laughs> ちょっと緊張感あんまりないですね。やっぱり気心を知れてますからね。<laughs> あ、普通に喋ってんねやだから。普通に。 喋ってます。はい。ええ。ちなみにカフっていうのはあのマイクのスイッチのことです。あ、そうです。はい。すいませんいつも私がこの番組の時はずっとやってるんですけど、ね。そっか。いないんですねアナウンサーとかがね。はい。スチさんがやってる。ニュース読む時なんかもアナウンサー自分でね操作したりしますけれども。いやあの。 ピカイチラジオのこともちらっと触れてましたね。ねありがとうございます。あ、そうなんや、じゃあ、あの陳情化だけの話じゃなかったんですね。そうですよ、あの、後半見てください。うんうん、最後の方、ほんまや、えー、山広さんは。 いやいやスッチーさ長いですねピカイチに関しては山広さん古川さんとともに家族にも近いような感覚の不思議な空気感ですね <laughs>、うん、細かくボケていこうとかそんなの全然ないですし、うん、本当に自然に自由にやらせてもらってます <laughs> 怒るところは怒るしふざけるところはふざけるエロいところはとことんエロい <laughs>、うん、大人のラジオって感じです。うん うん、言うてますわ。先週も怒ってたもんね。そうでしたね最後ね。後はい、何怒ってました僕。NGK であれ。はい 声かけられて、<う>あ、そうです、NGK の近くのカリーズで声かけられた人が実はその後、うん、そうデートしていた人大人のデートです大人のデートに行く前に、うん、スッチさん、スッ大好きですそう。大好きです。そうや、もう一般の人の方が芸人さんみたいな発展校なことしとるかなそう怒ってたよ。うん、ねどっちが芸人や分からへん <laughs> 向こうはスッチさん好きですって言いながらもう気持ちは向こうです怖っからね。怖い<わ>。うん

でもやっぱほとんどはほんまに番組表なので番組表ですね。スッチーさんのインタビュー記事はなこれ月間号ですね。春って書いてるのでほど月間じゃなく春夏秋冬じゃないですかなるほど春と秋かもしれないね半年に一回か。 大変でね。大変で四月十月じゃないですか。その分二百五十ページ超えてるから、すごい分量。全国網羅してます。これ楽しいな。これだから車に積んどいて、そっか旅行してね。ね、行った先で、地方地方で。そう、いやや嬉しいの。ええ、ラジオ番組表。なんか嬉しいね。ラジオだけでこういうあの雑誌を作ってくれてるっていうのはね。 これ呼ん,んでしまうねんなこれ。呼んでまうなこれは。全国四十三局のローカル番組をピックアップ。うん、あそんなことこんな MBS 見てみましょうか。うん、MBS ラジオ。うんえー、浜田が三十二年ぶりのレギュラーっていうタイトルで。うんえー、ダウンタウン浜田さんがね、うんはい、ヤンタン以来三十二年ぶりにゴブゴブラジオ。うんうん、これもだからスイッチなの,の時間。

ラジオってやっぱり昔僕子供の頃はこういうのってよく見ましたけどなかなかなかったですからねラジコのおそうですね見てもなかなか聞けないわけですからねそこに行かないとね昔はね昔はさなんかこう九州方面とかなぜか遠いところの電波が住む場所によってちょっとだけ受かったりしたじゃないですか。とか夜中だけ聞こえたりって なんやったらもうあの朝鮮半島の方から聞こえたりもしましたはあもうそういうなんか楽しみもあったんですけど今はもうラジコがあるので、うん、うはっきりのね聞くことがはくっきり聞くことできす、ね、くっきりはっきり波って何ですか短波放送ってだから周波数のあれでしょ、うんうん、帯域の違いなんでしょう、うん、なんか昔あ、うん、兄貴が単波なんたらってそういうあ僕も一緒ですあのお兄さんでいくつ上え 2個か僕は10個上やんかそっちの僕らの時全盛やったと思うあれ何やったんですか世界中の短波放送が拾えるんですよで大きなねラジカセみんな買ってもらってね短波だけで6つぐらい帯域が分かれてるんですよでそこにこう周波数合わせるとラジオオーストラリアとか南米アンデスの声とか えー、北京からの放送モスクワモスクワなんとかやったらとか、うん、世界中から聞けたんで、うん、あったんですよ雑誌が短波放送やったから、<あ><な>まさにそれです、ね、ありましたよねだから今これちらっとこの雑誌の表紙にも「短波」って書いてあったんで、うん、あかいあまま見たことあるぞ思って。 それで短波のタイムテーブルも,載っているもこの雑誌には載っている、はいであの。もちろん国際郵便ですけど、はい、日本語放送なので、うん、もう中身は日本語で書けば、うん、そのお便りも紹介してくれるし何、うん、だったらそのラジオオーストラリアの、うん、あれはコアラやったか,なんか動物のステッカーが送られてきたりと、うん、結構そんなにその。 アンテナを張る必要もなかったんですよそれが当時流行ってたんですかめっちゃめちゃ流行ってた。何やったらアナウンサーになろうっていう具体的な希望はなかったけどちょっと刺激されたかもしれない。日本の皆さんこんばんはとか言ってこちらはラジオオーストラリアですってそうそう笑い川澄セミのガタガタガタガっていう鳴き声から始まる。そうういのをね 聞きかじってましたね、とにかく。え、当たりやーって、ちゃんと受かったら、綺麗に聞こえるから、はあああ、こんなとこ当たったって。で、よくよく聞いてたら、それは、あのペルーからやったりとかなんでしたね、楽しみ方は結構広がってます。お兄さんやってた、うん。ありました、雑誌があったんで。ありました、ありまうたんでした、ね。うん。もう昔懐かしいですね。さあ。 のね、ちょっと聞いてくれるどうしたんだろうですどうしたんだろう急に今までとてもラジオらしい話が展開してましたけどああそうやなもうそれから言うたもねやめようかもうそんなラジオらしい話じゃないですけど今週あのもうほんまに目いったことが一個あってラーメン屋に入ったんですよであのでも ラーメンの味とか好みとかって好き好きやからどこのなんとかっていうラーメンそのラーメンをけなす必要つもりは全然ないんですよただねだから名前も言いませんけどめっちゃ濃いんですそして麺も太いんですよ太い太いまあもちもちはいいんやけどなんせその濃すぎるだしでもううわってくる感じの ようよう見たらそのカウンターだけの店で僕が最年長、うん、もう飛び抜けてっていうか一人だけ年配基本もう若い子が多い間違いなくよく家系ラーメンとか言って野菜バーって上から、うんうん、そこまでの野菜の量はないんですけど、うん、え種類でいうとその家系の種類のこってりスープにぶっとい麺でもうチャーシューもなんやったらもうほろほろっもうすぐ崩れるような感じ、うん ほんで注文して僕はもうそういうところ初めて入るところはお腹空いてたし、うん、一番オーソドックスなやつやと思って、うん、もう一番もうオーソドックス人気ナンバーワンとか出てポンと押して、うん、でカウンターの上にポンと置いたら「しばらくお待ちください」とか言って、うん、でスマホをずっと見てたんですよ。うん、これががが悪かっったんんですけど、うん、出来上がる直前になってその店の店お姉さんが、うん あいやいやってこっちに言うから、うん、何やろうと思ったらマスク越しに「でで肉がどの子の?」とかって言ってるから「ようわからんけど、うん、はいはい」とか言って「でようわからんのにはい言うの <laughs> <て>そこやで、ね、って僕が悪いねん <laughs>、はい、滑っては」うん、で「はい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 」って言って。 めんどくマスクしてるから分かれへんね、うん、店もガーッと大きい音になってるし「おはよう食べたいからもうはいはい」とか言ったらでパッて見てたらその女性の店員さんが大きなスプーンでみじん切りのニンニクをガバッとすくって、うんうん、ラーメンの端にドンッとのっけて、はあ、つまり「ニンニクは普通に入れていいですか?」って聞いてた。はあ 肉しか聞こえてなかったお肉じゃなかったにんが聞こえてなかったえげつないな生刻みにんにく生刻みにんにくたっぷりこってりスープ次の日の夕方ぐらいまでしんどかったよはあよっぽどやよっぽどまあちょっとごめんね好き好きやからこんなけなすわけやないんやけどそれでね思い出したらまだあかんねん 今今ではうってなるくらい今若い人の間ではそういうラーメンが人気なんですかね好きな人は好きでしょうね二郎系って言うんじゃないですか家系じゃなくて二郎系僕も苦手なんですよ一回行ってあこれ無理やってなってでもすごい並んでますすごい人気みたいよね好きな人は好き振り切ってる もんじゃないとやっぱダメらしいですね。<あ>なるほど、そういうことか。うん、<laughs> NGK の近所にあった美味しいラーメン屋さんちょこちょこ行ってて、<ー>で、えー、ツアーでね富山 ブラックやったかな。でも、うん、ブラックか、ねはい。それを食べたんですね。うんうん、で、その話をそこの対象にしたんですよ。はい、この間すっごい辛くて。ーはーはーもう塩辛って、もう言うたらもう黒部ダムを作ってた。労働者の方々が。とにかく塩分を。でも、ほんまにね。嘘やろっていうぐらい。<laughs> <ー>最初食べたら、何してんねんっていうぐらいの。塩辛さなんですけど。一口目でもうすでに。うん、はい。でも、だんだんこう食べて,いって。 で最終的に食べ終わります、はいうん、帰ります、うん、また食べたいなってあ<ー>なるほどその話をしたんですね<ー>だからうちの師匠もそ,その系列なんですと、はい、でやっぱり記憶に残るラーメン作りなさいって言われたと、うん、そういうことかもう強烈にの脳が覚えてると、うん、でまた食べたいなるほどうん そういういことかラーメン食べたいなじゃなくてあそこのラーメンをもっぺん食べたいってなるんですってでも僕は自分が食べたのはもうちょっとごめんなさいな <laughs> 合わなかったですよね合わなかったですね、うんうん、だからたほんまの何やこれになっちゃったと思うんですよ、うん、そうか、うん、だからラーメン好きじゃないんかないやうん そこまで相性というか相性でしょ古川さんどうなん私もなるべくさっぱりがいいです年齢的なもんなんだな年齢はかなり大きいです脂ねきつくなってきますよね特に動物系のねそしたらもうごめんなさいね好きな人にはごめんなさい僕はもう途中でニンニとそのあれでも気分悪くなってきて もう全部に対してて腹立っるんですよさっきの分厚いチャーシューやのにもうポロポロやねんでここまで茹でなあかんねんこの肉の一番うまみ全部出てしもてるやないかって心の中でねヨークチンダさんから言いながら八つ当たりしながら食べたけど8割食べてもう残した僕も残しましたやっぱりほんまにお腹いっぱいになったんですよかるやっぱりよかった麺いくまでにもだいぶ時間かかったしなあ ででも人気ありまますすよよ並ん僕入る時はカウンターで2つ3つだけ空いてたんでパッと座れたんですけどもう注文してる最中にすごい列になったのだなね若い人はそれぐらいのガツンとしたやつの方がいいかもしれないですけど思い出すと気分悪くなるなぜ喋ったんやと思いますけどね。

あのレギュラー番組がなければ祝日は休めるので<ー>まあそれ以外は結構休めたりそうです、ね、でも来週の4日なんかは、はい、え祝日ですけど、はい、これありますか、ね、ありますよ来ますよ、うん、あよろししくお願いします <laughs> <で> <laughs> 来る人にニュースとかがバッとつくっていうね 忙しくなるそういう祝日に出勤するといっぱいおまけがついてくるて<笑><笑>そ,れそれはなんかぼやきみたいないやそんなことないです,です有効活用っていうかねはい、そっちなんかもうゴールデン関係ないですもんねゴールデンウィークはね今回はあれですわあのー 新座長のお披露目公演があるのでなるほどえ何日かは工場とか出ると思うんですけど、ね、工場には現座長もみんなこう並んでスッチの時もそうやったもんねそうですねだからまあちょっと全部は出れないので<ー>え何日間かという中の話もちょこっと出るはずですけどねへえ こういうの言うときってあれこれ言ってえんかなどうなのわからへ、ね、ふわっと<ん>どっちやったかな,たな。<laughs> まあだからその辺は新喜劇のなんか多分ホームページかなんかでのあれを確認して。はいはいはい うん、出たり出なかったり一番無難やと思う自信なくなってきた <laughs> <laughs> そんな過ごし方でございます、はいはい、各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしていますそして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください、はい、もう私たちが怒るぐらいの恋いのを、ねうんね、お待ちしております ピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。メッセージをご紹介した方には毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントしています。はい、山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントします。送ってこられると何かと困るという方は辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。 メッセージのあ先は、メールの方は、山アットマーク mbs1179.com、yama アットマーク mbs1179.com、com, ファックスは大阪066809-9090、90 90, 大阪066809-9090です。 番組の公式ツイッターアットマーク山1179公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。山博のピカイチラジオは山博と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で AM1179 FM906 の MBS ラジオからお送りしています。怒りの投稿街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。メガネ褒められました。メガネかえはったんですね。そっちりにメガネ褒められました。うんうん、新しな、うんはい。いや、いや、いや、大人の魅力で。<laughs> <お>あの、そんな、その、おじん臭くならない。ほんまですか<ー>、はい。いや、これは嬉しいですね。 どうも。かっこい,いですね,たね、はい、あとちょっと私思い出したちょっとショックやったことを言っていいですか<何>今日出社するときに、うん、こうたまたま三番街から茶屋町のうちの会社の方に向かっている時三番街で男性とすれ違ったんですよ、うん、同い年50過ぎぐらいの。うん、すれ違う時に バッてよけて壁にもペタッと張り付くぐらいにして私をよけていったんですよ <laughs> <え>でちょっとショックでしたあれは何やったんですか理由わからずからず <laughs> ちょっとショックでした、ね、だから「あ生古川恵子や,や」ってそんな顔ういやそんな喜んだ顔ではなかった<え>こうすれ違いざまに。 普通に正面向いてすれ違うじゃないですか、うんうん、だけど向こうがふってこう横向いて壁に背中つけてそのままこうずれるようにしていってしまうじゃあ古川さんになんかおののいたんではなくてわーっと歩いてたら古川さんとすれ違うタイミングで足元に、うん、例えばネズミなのかこの時期ってゴキブリはまだまあまだちょっと早いもかもしれないけど。 なんかがファッときて「へえ!」ってこう<や>ビビリの人って結構そういうリアクションを取るので、うん、<laughs> なるほど動いたらねあ<ー>動いたのを目撃したら。じゃあそう思うことにしよう。はい そうかあるヘビがまとわりついたとか。<laughs> い,い,いや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 怖い怖い。舞台上のあのバミリー僕ゴキブリと間違えてマーってなったことあります。<laughs> 黒いねビニールテープね、はい、ちょっとデカッと光る、ね。はい舞台中に。<laughs> 怖がりもええとこやんかそんなもん。ゴキブリがもうダメなんですよ。ゴキブリダメ言ってたな、ねはい。だから何かしら その人が一番苦手なもの、もしくはそれに似たものと見間違えて、なっちゃったんですよ。壁にベッヒついて、ふーってそのまま。でもスッチが言うように、そう思った方が気が楽やし、古川さんに原因はなかったよね。ね。あそっか。いうことですから。昔、その悪いことして恨まれて、お前死ぬまで追っかけるぞ、どこにっても見つけ出すぞって言った女性にめちゃめちゃ似てた。 モーテモーターみたいな、うん、ごめんなさい,い <laughs> 心当たりはないですよね。知らない方です。言った言ったそういうこと言った覚えもないですよ、ね。<laughs> 多分ないと思います。<laughs> ないですよね。じゃあ大丈夫ですよ。はい、じゃあありがとうございますちょ,ちょっとなき気が楽になりました。<laughs> じゃあモンスターではなかったということ。そうですね。はい、はい。では東京からいただいております<い>品川のポメラニアンさんが見つけたモンスターです。えー、東京に出てきて7年久々に大阪出張で 関西の企業に勤めるお友達と天満の日本料理屋さんで食事をしました。<う>路地裏にある20席ほどのカジュアルなお店です。うん、食事をして1時間も経ったか経たないかの頃、店主がもういいですかと言ってきました。うん、まだ夜8時にもなっていません。うん、もう閉店ですかと聞きました。いえ、うん、あの、食べられていないようなので、と。 女性2人カウンターで扱う12号とビールお食事も6品ほどを楽しんでいる最中で「注文があまりに少ない」とか「お店に迷惑をかけているようには思えませんでした、うん、大声で話していたわけでもありません。うん、レモンサワーをくださいいと追加で注文しましまたた、うん、何か言っていたようです したて,いて店主の人は忙しししく電卓を叩き出たたので一旦黙りました、うん、その男性2人が店から出ていき私たち2人とお一人で来られている男性の方1人のみが店にいました、うん、連れの彼女が「私もレモンサワー2つください」と感じよく言うと、うん、うち日本酒の店なんでサワー置いてませんとそっけない返事、うん、そして「 伝票をあからさまにまた食事中の私たちに突きつけてきました<ー>あっけに取られ私たちは何が起こったのかわかりませんでしたしばらく小声でしゃべり現金でお代を払って出て行こうとしました<ー>お金を渡した時もお釣りを返された時も一言もありませんでした<ー>ありがとうございましたとかお気にとかなかったですあまりの失礼な態度に開いた口が塞がりませんでしたが 大手企業に勤めている彼女の手前彼女が予約した店の手前ぐっとこらえました、うん、1> 私一人でしたら確実に二言三言申していました、うん、ネット上ではメディアにも取り上げられたお店のようで高評価だっただけに、うん、ショックで後味がすごく悪かったです1時間滞在して7000円弱の支払いお腹はいっぱいになりました、うん、何が起こったのか今でも消化不良です何やろうね <laughs> 何でしょうね その場に合わせてないからちょっと何とも言えないですけどよほど何か機嫌が悪かったのか何やろそういう時って考えられなしゃ食べずに喋ってたわけでもなさそうですもんね。んでしょう、うん、食べずにやったら何かこう唯一健とずっと喋ってたりするとね。うん、ですけどね。なんやろうね忙しかったわけでもなさそうですし。うん、かそのよく 割烹とかでさ一皿ずつ出てくるようなところだったら食べていかんと次の皿に行けないとかってまあまああるじゃないですかでもまあ何品か頼んでそれがテーブルの上に展開されてるんだから食べるペースはお客さん次第やんなそうですね何やってんの謎やわ謎やねよそうやね 言ってくれたらいいよね。な、なが。そうですね。まあ、あんま食べてらっしゃらないようなので。なんやろう。その言われてもね、ちょっと食べる前にちょっとトークしたいんですよ。まあ、そんなお客さんいっぱい。ね、で、それなりに。注文はしてるでしょう。おろくしな、頼んで。そうそう、注文してなかったらね。たの、たのにもせんと喋ってたらね、怒られますけど。 の毒ですね久しぶりに大阪に来て,来て、ね、友達が予約してくれた店やったらね、うん、文句だからまああれちゃう,あのそう友達の手前豊かになってぐっと抑えはったやな、はいねうん、僕と同じような性格の人やなえ だから友達の手前黙っておらんかったらおらんかったらタコとミの世界にいるかもしれない。まあまあもういかん。そうですね。ね。ということなるでしょうね。この方は特住所の方です。スッチーさんの笑い声セクシー。ありがとう。いいじゃないですか。これは何かに繋がるかもしれませんよスッチー。繋がらへんのよ。で繋がったとて。 もう歯食いしばって我慢せない <laughs> きませんね。<laughs> ククが見つけたモンスターですー子供が高校に入学するので最初の授業料7万円を現金で先生に手渡しして受付を済ませる順序で学校説明会がありましたその7万円を先生が確認した後 パラパラと横に置いてある大きな段ボール箱に入れていました。段ボールは立っている先生の太ももの高さ、これに上からパラパラっと。 中を覗き込むと万冊がぐっちゃぐっちゃに入っていました、うん、新入生100人以上分をただの段ボールに落とす、うん、これはあかんやろうと子供をこの高校に入れたのを後悔すらしました、うん、うちにとっての7万円はかなりの大金ですそれを段ボールに落とす信じられない光景でした。うん 毎年この高校はこうしているのかもしれませんがせめて机に箱を置くなりして大事に扱ってほしい、うん、他の親御さんも同じように思われた方がいるはずうちの子どもも「へえあかんやろう」うと言っていました校則、うん、も厳しい高校で子どもたちには「あれをしないこれをしない」と言って指導をしていましたが高校側も指導したいですねえ、うん、今どきねそうですね。 普通にそのお金をそんなんしなとかやっぱり見ててあるじゃないですかありますね、うんまあ、お賽銭投げる時は別ですけど普通に小銭バーンってやったりとか、うん、だからその先生もやっててなんかあかんながないんですかね。先生というかそれって学校がそのシステムで徴収して、うん、まあそのタイミングっていうかな徴収、うん、してっていうことを決めてるんでしょう、うん、そのの先生一存じゃないでしょう多分 にしてもちょっとこれもうちょっと綺麗な箱に入れませんとか。とか先生の中でそういうんかこう話し合いがあってしかるべしじゃね。と思いますけどね誰か引っかかる先生がねいや誰が見てもやっぱりちょっとおっとなるってことでしょ。年よ僕らが中学とか高校ぐらいの40年とかね50年ぐらい前の話だったらまだしもん。 こんなこといまだにやってんねやなんでパラパラっとするんやろだから裸で渡してるってこともないやろしねいやでも数えるから出してそれを入れずにポンンか。まああとでこう集計するときにはやりやすいんかもしれんけどそれでもなんかカンカンとかにちゃんとそのままやった方が楽じゃないですかそうそう よくないよ揃え,揃えておいおかんとねあと、ねうん、で結局揃えなあかんしなんか全てのことにちゃんとしてないんちゃうかって、うん、思ってしまうよね,うっよね雑なんちゃうっていうねあかるの学校の先生とこんなやつあれですけど、うん、割と世間ずれしてる人多いですよあ,あそうですか世間とずれてる人ね、はい、あのーだ 例えば部活関係とかスポーツ関係で親しくなるじゃないですかえそんなことを普通に頼んでくるっていうようなことを「え本さテレビ出てあれしてるからちょっとやってもらいます」って言で最初「はいはい」って言いながら「これやらなあかんのかな」と思いながらまあお手伝いやからそんなん何もでもやるんですけどそしゃこれもやってこれもやってって普通の。 感覚っていうか社会の一の感覚やったら、うん、それはちょっと普通言わんよねっていうことまでバーっと重ねてきはる人は結構いましたね一人二人違いましたねあ,あかんこと言うてる感覚がないんですね全くなかったですね怖いなそういう人、うん、だからまあ何やろな,な逆の見方すると純粋やねでももうちょっとなんか そんなに親しくもないんやからちゃんと礼儀とか手順踏みませんっていうことはすっ飛ばす人がいましたね申し訳ないですけど実体験ですからね実体験でお金ペってやるのもね七7万円100人分ですから700万七百万なんでしょンボールにバーッと入れていくうんそれ感情するのかな自分たちで。 まあどっかでせんとあかんででんあしょうね、うん、よくあるのはそ銀行の方が来てやってくれるっていうのはあの再選官庁なんかそうしてはるからね,、うん、ねやるけどちょっとまあ私たちには理解し難い光景ですね。ね えー、皆さんからのモンスター情報お待ちしておりますえっと今月ずっと、えー、春一番に向けて、えー、曲をかけておりますいよいよ来週に迫ってまいりました、えー、5月3日4日5日服部緑地野外音楽堂で始まります、えー、4年ぶりの春一番です、えー、それを前の週に控えまして今日は、えー、今は亡き西岡教造さんの、えー、その名も春一番山博のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています。山本社交クラブ。さあ行きましょうか。はい、男性の方ですね。はい。コアモテやけど心は乙女さんです。はい。お前もいただいてるんじゃん。かなちょっと聞き覚えがありますね。うん。私三十八歳、嫁も子供もいるのですが、嫁とはレスで。 ちょこちょこ若い子と遊んでいるのですが <laughs>、うん、彼女とも別れ仕事に力を入れていました<う>そんなある日ピカイチラジオからギンギラパラダイスさんの話すごく衝撃で <laughs> 年下しかそういう目で見ていなかったのですが次の日職場へ行くと普通のパートのお姉さん E さん、うん、かっこ67六十七歳 <laughs> 綺麗ではないのですがお、ね、<laughs> おいおい、<laughs> すごく色っぽく見えることに気づいてしまいました母と近い女性なのでよく話はするのですがエッチな話はしたことはありませんでした休憩でたまたま二人になった時にこの前山博さんのラジオでお姉さんの歳でも男と遊んでる方いらっしゃるみたいですね <laughs> と話すと、うん E さんも聞いていたみたいで、えー、ギンギラパラダイスさんやんと二人で盛り上がりました。えーうん、嬉しいですね。嬉しいですね。ちなみにギンギラパラダイスさんはね70歳で、誰かと出会いたくて。えー お年寄りの集いに出て、ねうん、しっかり捕まえて楽しんでいる方ですね。すね <laughs> はね、い。という銀ギ,ギラパラダイスさんの話で盛り上がりました「うん、昔は旦那以外ともよく遊んだけどもう20年はご無沙汰やわ」うん、というので「イー、うん e、さんに私を元気にできるわけないっすね」とからかうと「うん、できるけど」というイ、e、ーさん「えーはい、ほな今度2時間ぐらいデートしましょうか」と返すと「いいよ2時間だけね」と。 数分の会話でデートが決まってしまいましたそして当日、うん、離れた駅で待ち合わせをして、うん、ラブホテルへ、うん、中身がすごすぎて描けませんが手のテクニックがすごくて人は見かけによりませんねハマってしまいました<は>ギンギラパラダイスさんのおかげで新しいそして楽しい世界が見られました、うん、いつまでたっても女性って素晴らしい というのを知りました。明日次の約束をしようと思います。はあ、もう本番いつまでたっても女性って素晴らしい。昔 <laughs> な,なんかそういう映画評論家さんいたね。はいつになっても映画って素晴らしいですね,ですねとかって言ってたのと。うん、はあ。三十八歳と六十七歳。うわあおううわあ。すごいな。すごいな。でまたこの。

これはだから男性の方もそれからイーサも偶然やけどピカイチを聞いてるいとこが一つそうやな聞いてたプラスやっぱこの男性も見極めがすごいね良かったんですけどその人によったらヒャってなるじゃないですかそうですね何言うてんのってなりするじゃないですか。 この人はこの話はいけるよねっていうのがあるから、うんうん、でそこでイエスかノーかまた別として、はい、いやすげえなこれは本当にあの自分たちのラジオを褒めるわけじゃないですけど、うん、これを毎週聞いてると、うん、その見極めはできるようになってくるかもしれないです <laughs> 社交クラブそうかこれを毎週聞いてはんねやしかも「ギンギラ・パラダイス」の話した時の「うん 声のトーン「あこれはいける」「いってみよう」って言われたら「いーさん」も毎週聞いてくれてるから「ギンギラパラダイスさん私は知らない人やけどもすごいねんまあまあ私もまあねそれなりにやってた4時ぐらいまではいいそれなりにやってたよっていうぐらいの気持ちでいるところに子は思ってたけど心は乙女さんがパッとそういうふうにボールを投げてきたからほらもう望むところやでっていう。 いや、それはテクニックはすごいでしょスポーツと違ってパワーだけじゃないじゃないですか何やったらそっちの技術の方がうん 必要とされるので、うん、陸上とか水泳とか、うん、やっぱり若い時の方が力は上っていう、うんえー、種目もあれば、うん、同じスポーツでもじゃあゴルフは、うん、飛ばしゃインんかってったらそれだけじゃないじゃないですか、うん、いろんな自分の引き出しっていうか、うん、技を駆使して 少なく上がったら勝ちやっていうゲームとかやったらこれに近いんじゃないですかね引き出し用さん持ってそうですよ。はいいさん適度に力も抜けてね力抜けてそう手のテクニックどんなやろねいやどんなのなすごすぎて書けませんそこすごすぎすぎるそこ知りたいんよ書いてほしいよね67 うん、でこっち38やから30歳ぐらい上でしょそ,うです、ね、それでも大満足してるんですよ。<ー>大満足させられる技を E さん歳持ってました。 で20年ぐらいご無沙汰やったのが、うん、この38位をゲットしてるわけですよ、もうこの67の女性は。こっちの方がすごいんやなそのあ、もう行ったったでぐらいの、あ<ー>何歳いったの ?38 <laughs> やかなっっ <laughs> すごいな、あんた、<laughs> <laughs> どこで誰と喋ってんのだからまた他の休憩の時に。ということは、イーサンみたいな人が、もうワンスターがいるんや。い、うんね、っぱいいると思いますよ。 わかんないなそうそうちゃんとグループがねできててそういうそれは女性にもいろいろあるんで話の合うこの人たちがねよく女子会とかお茶飲みに行っても2時間3時間もうお茶飲んでるじゃないですか喋りますね喋ってる内容っていうのはグループによってやっぱり違うメンバーによって違うしすっごい濃い話もあるしそんな全然ほんまに嫌っていう人もいるし なるほど。はい、ええー、でも、信じられへん、もそんなんっていう。思う人もさ、いますから。うん、それは、別にカンマとぶってるわけじゃないけど。な普通にほんまにいた人も、そんな若い人もって。あ、なるほどね。うんうん だからそうう仲間はちゃんといるんですよそ見極めをしたい人は社交クラブを毎週聞いていただいて間違いないですそうで,すで社交クラブも聞いてる時点で違うわけですよね,よねそんなんがないかなってこう、えー、日々思ってはるんですよそういうことですウキウキするよねそういうほんまに楽しん,んでるねあらまたスッチーが言い出したね 楽しんでますよ。まだまだいけますよ。えー、これでも、も<う>最近。ギンギラパラダイスさん、ちょっとご無沙汰だよね。うん、お忙しいんですかね。<laughs> 何かトラブルに巻き込まれてなかったらいいですけどね。あいいねあ、そうでも、まあ、ギンギラパラダイスさんのことだからだだ、大丈夫ですよ。うん、うまいことね。ね あここはあかんなと思ったらそのグループすっと抜けて<ー>次のね、うん、次の島を目指してるんじゃないですかまあそれが老人会と名の付くものなのかなんか分かりませんけど、うんうん、サークルはいっぱいありますよありますから。あれ電車乗ってても、うん、例えば山歩きのサークルとかそうもう全部もう顔出してたら大変なことになるよ、うんうん、テニスとか。<laughs> はい <で>社交ダンスとかね大村ンさん、この前新聞でインタビュー受けて、はいはい、めちゃめちゃ元気な写真で、うん、90歳のなりになるんですよ、うん、90歳、大村ンさん、私、もう老人辞めましたって言って、うんでも、そんだけもう、いや、90やけど、体動きますからっていう、うん、見るからに若々しい、もう歩いてる姿勢なんかでもすごい、うんうん、生涯現役で、はい、皆さん、頑張ってください。 うんあ。もう時間ですか。三十年下でもいけるわけですからそうです。はい、え二十五。え計算するんだよ。二十一。二十五と二十五。夢ありますね。二十一。夢。そんなの自分ら放送終わってから考えよな。<laughs> 二十五か。二十五ですよ。どうするんですか、二十五の男の人。今の今のさん、二年目三年目の男の子でしょう。うわ。一ついいですか。息子さんと備えな変わりません。ほんまにそうや。ほんまにそうやった。今はちょっと冷静になって。いただきながら。でも毎週このコーナーも聞いてください。山本社交クラブでした。山広のピカイチラジオ。mbs ラジオからお送りしています。 ピカイチカチカ調査、これどやねー神戸市のピカイチ歯ブラシで歯ピカピカさんのどやねんです。皆さん、焼き餃子はお好きですか薄い皮のと分厚い皮のがありますが、どちらがお好きですか A、薄くでパリパリ。B、分厚くもっちり。いいですか、早いですね、もうね。はい、いですよ。せーの、A! ああ何両方違うとですかあの薄くてもちっとしてるやつ <laughs>、うん、ああ薄くてもちっとってなるほど、ねうん、相当弾力ありますねそれはもちっとまあ要は薄くてパリパリじゃないんですよ、うん、僕ねあのミンの餃子めっちゃ好きなんですうまいですねミンミンってそんなパリじゃない,ゃない、はい、パリじゃないですで薄いでしょ薄い、うん、です ももちちでもないじゃないですかでももっちり系やと思うんですけどだからみんみんもうもう餃子イコールみんみんみたいなぐらい1位はね一位はねだからほかのも餃子も好きですけどやっぱりなんやみんみんいきますねああ ね。A ですね。薄くて、もうちっちゃい方がいい。ちっちゃくてパリッとした。そうそう。なるほどね。点々とかね。点々とかね。僕はね東大阪の丸塩が好きなんですよ。ほう。餃子とビールと酒しか置いてないんですけど。薄くてパリパリ。薄くてパリパリ。で生やったら持ち帰りって言って三十分以上経ったらダメですよって言われる。冷凍やったらいいけど。薄すぎて。薄すぎて。はあ。くっついちゃうんだよって。うん。 餃子食べたいあもう餃子の口になってきたね今日みんみん行きたい晩御飯食べた今日はまだですまだはいもう餃子です絶対餃子食べるわでもみんみんじゃないとダメですもんねみんみんも開いてないだから我慢他のもそうですねもう別の餃子にはいけないですよねこうなったらね今はもう鉄鎌巻をイメージしてるから 手カマキ今手カマキい今日は手カマキの日やねんね、うん、ちょっとだけイメージしてたんですよ何しようかな手カマキあるかなでもない時あるんですよしながらスーパーせ他のもダメだ <laughs> <laughs> 来週 <laughs> はい、えー、今日もお疲れ様でした,でしたあのー、スッチーが、えー、今日あのー、こんなことは滅多にないですあの褒めてくれました僕のメガネを、えー、新しくなりまして、うん

ここにこう、ここですよね境目。ここここ、わかりますここま、ま前,前はここまで。<laughs> こっちから見てたらめちゃめちゃ寂しそうな顔してますよ <laughs> な。もういいこっから目が新しいですね。ここ境目。<laughs> <laughs> 今普通に挿す人あんまりいないんですよ。オーラかですね。ありがとうおざいかとかいうも問題なくて、もうもうやりたがってたじゃないですか。今。安寿が見えるなと思って。そうですね。はい。楽しく今日も一時間過ごさせていただきまして、ラジオ番組へこういう雑誌です。かなり分厚いです。ねえ。ええ、表紙をめくるとスッチーのトップ記事、写真とインタビュー記事がありますので、やっぱりあのこれ先見たんですよタイムテーブルを。 この地域にはこういうものがあるんだとんであの福島福島県の福島の方の放送局で、うん、あの僕がよくノ「ノーラジノーラジ」って言って昼の番組で「農業ラジ」を言ってるけど、うん、つま,りまだ農業2年目じゃないですかホンマもんの,のやっぱり農業専門の、うん、JA がスポンサーについてやってるのとかね、うん、あるんでん僕もこれちょっとためになるから聞こうかなと思って。うん やってますけどね。うん、こういう雑誌ですれで、さい、まあ。逆にどっか遠いところが大阪ってこんなんやってるんやっていうね。<ー>ね知ってほしいな。うん、でも嬉しいよね。今日なのいい、うん e、さんと心は、ええー、憧れ持てたけど心は乙女さんと、はい、で相手のイ、e、いさんは両方とも尺五クラブ聞いてたとか。銀パラダイスさんで盛り上がる。このね、この後土曜日に、うん、あの昔の、えー、っていうかあのまあ。 子供の保護社会で一緒やった人たちと久しぶりに飲んで。これはい。あの、大和高田の一位は昼のラジオを、あの自動車の整備工事やってるんで。こうやりながら、ずっと聞いてんでって。うん。ほで。してたら、あの。奥さんっていう名前の人がいるんですけど。その。奥さんの奥さん。うん。奥さん。うちの嫁が。うちの嫁は夜聞いとるわ。めっちゃヘビーリスマイ。だから、奥。 奥さんの奥さんはこっちの社交クラブを聞いてるありがとうございます結構ね、うん、潜在的にも聞いてくれてる人がいるなっていうの、うん、はい、よく最近聞きますので、はい、いこれ聞いてる人はまあ話早いですね、はい、<laughs> そイエスかノーか別としてねはいうん。はいうん それでかな、僕のその友達の奥さんは、うん、ちょっと複雑な感じで言ってはんたね、うん、うちの嫁は夜めっちゃよく聞いてんな、うん、って言いながら心配やったんかも <laughs> なんでそ熱心に聞いてんな熱心に聞いてんのかっていう、うんうん、羨ましいか、ね、かもしれません、うん、距離を縮めますもんね<ら>むっちゃくちゃ縮まる聞いてる聞いてる言うて、うん はみたいなそうや昔のヤングオのハッピー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 って言うっちゃうでパシックとか合うからねいやこれ知らんで何がお役に立ってるなはいもうそれはもうそれはもう立ってると思いますただその役に立たせたくても関係ないですけどねそう本当にね私らはそう私らはでも希望は捨てず 歳したまだ言うてはるわそんな子に変わらへんねんで25でしょ30したいことは息子22いやそんな年下となんかちょっとまあまあほんまのところ言うと気引けますよねでしょ男もそうよ。女の子で嫌でしょやっぱりねまず話がもう合わん全然合わん んなったらこってりさラーメン食べられてみーな一緒にいんで、うん、ダメでしょ、うん、ダメダメです、ね、やっぱり、ね、で無理せん方がいいですか、ね、<laughs> ほどほどにね,ね近いところでねはい近いところ <laughs> いうことでございますはい、えー、それでは次回になりましたまた、えー、来週ですねはい来、はい、てください